皆さん、こんばんは。モナリザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。さて、最近ではこの DF にも慣れてきました。慣れてくると、その凄さみたいなものを感じるようになります。7年前のカメラだ。 からという先入観みたいなものを私は持っていたんですけれども、そうではない。普通のカメラはスペック通りで当たり前。時には、えこれスペックと比較してどうなのみたいなことも中にはね、ありますよね。しかしこの DF については少し大げさかもしれませんが、スペック以上。 そういうものを私は個人的に感じるようになりました。こちらの写真をご覧ください。この写真は絞り優先オートで撮影したものです。焦点距離は50ミリ、F1.8、125分の1秒、ISO 感度は2500。この薄暗い部屋でも、 手ぶれすることなく立体感をしっかり描き出しています。色も正確に描写しています。何より、一層感度2500でもざらつきは感じません。さらに、快調の豊かさには驚かされます。ある意味では1625万画素。 だからこその余裕なのかもしれません。デジタル臭さも感じませんし、見たままに絵が作られています。DF の操作ってこれなのかなって思いましたね。余裕のようなものがあるんですよ。ところで、私が撮影する被写体は基本的にポートレート。 ままたは風景になりますですから、絞り優先でで撮影すすることとがほとんどですポートレートでは被写体の背景をぼかすことがありますし、風景では被写回振動を深くして画面全体をシャープに見せることもあります。 絞り優先を使うとこのように豊かな表情を描き出すことができます。ですから私はこの絞り優先を使って撮影します。DF の絞り優先についてなのですが、具体的にどのように設定しているのかをお見せします。まずは露出モードダイヤルを A の絞り優先オートに設定します。次はサブコマンドダイヤルを回して絞り値を決めます。この位置は少々使いづらい。でもね、慣れれば問題はありません。絞り優先オートの撮影では、ISO 感度の設定が大切になります。 ダイヤルを回して設定します。今日はちょっと曇っているので、400にして撮影しようとか考えて設定することになります。まあ DF でね、ちょっとびっくりしたのは、ISO 感度100があるということですね。これはやっぱりフルサイズの魅力ですね。 100の画質はさすがに美しい。このようにして位相感度を設定すると、あとはカメラが適切なシャッタースピードにしてくれます。ですが、撮影状況が頻繁に変わる場合があります。明るかったり、暗かったり、薄暗かったり。で、そういう場合に ISO 感度を、 いちいち設定しているのは大変なことがあります。つまり、ISO 感度をオートにしたいということになりますよね。で、その場合どうしたらいいのかっていうことは全然わからなかったんですよ。で、やっと最近わかりました。感度自動制御機能を使うということです。これは、 撮影メニューから呼び出して、このようにセットします。ポイントとなるのは、感度の上限をどこに設定するのかということと、シャッタースピードの低速限界をどこに設定するのかということになります。今回は、 ISO 感度は3200を上限。シャッタースピードは、もう私はね、手ぶれが怖いので、125分の1秒に設定しています。まあ、これで、通常の撮影はほとんどカバーできると思われます。えー、実際にこの設定で撮った写真になります。 アサペンタックスのレンズの周りにカセットテープなどを並べてみました。こちらは色あせた古い漫画の本を引っ張り出して撮影してみました。いかがでしょうか。このように絞り優先オートを使うと被写体の 構図と絞り、絵作りだけに集中することができます。これはね、ありがたいことです。しばらくはこの設定で撮影してみたいと思っています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。おやすみなさい。